今回は、溜まってきた小ネタを解説していこうと思いますわ。まずは、PC98 版のリカームトラについて。リカームトラといえば、使用者の命と引き換えに全体蘇生と回復という、メガテンマンメガザルとして有名ですわね。仲間が召喚師の指示を聞かないことで有名な、セガサターン版初代デビ様では、初期所持している聖獣アピスと共に、その名が地に落ちました。起点ではどうでしょうか？あら、消費が 127HP。 リケアピス、命の輝きを見せてやる。トゥエーエー、アピスも死んでませんわね。表記通り HP が減っただけ。つまり98番ギテンのリカームドラは強力な攻撃用特技として機能します。回復ではなく攻撃なのはスタッフがリムドーラと混同した説があります。では、このリカームドラ、相性はどうなっているのでしょうか？今度は、レベルを上げてリカームドラを覚えた、メレイドでやってみましょう。起点経験者なら、嫌と言うほど見たこの顔、秘書ランダムぶっ放すよ。反射された。2000ダメージって何事ですね。ガンダの防御相性は右枠の通りです。剣か呪殺が怪しいですが、先ほど呪殺 20% のボディコニアンにも良いダメージが出ていたので、リカームドラの相性は剣ということで多分いいと思います。せっかくランダのところに来たので、メギ時計も見てみましょう。今度は女神ヤマキラ、固有技のとことみかじりもメギ時計ですが、わかりやすくメギドでやってみましょう。やっぱり反射。こうしてみると起点のランダは超強そうですが、スケール隙はちゃんとあります。本編でのランダ狩りをお楽しみに。次は先日終了した小田急ハルクのイベント。本編では新月後にイベントを進めましたが、満月後だとイベントが変化します。メイの病状がいきなりクライマックス。カズミの切れっぷりもいきなりクライマックス。2回目。人間を食べた後なのでカズミが苦悶してますね。ここまでまともな会話ゼロなんですが、3回目からは共通のイベントになるようです。満月後だと、新月後以上に唐突な展開になってますわね。
本編で飛ばされた4回目。お前も布団を0枚持ってくるのか。3人がかりでメイを処刑したみたいな絵面になってますわよ。真冬なら体温奪われて投資案件。哲也、ここで適当にスルーしたからあんなことに。この4回目を見ると、ちゃんとかずみと信頼関係を作ってるのがわかります。これ飛ばしたの、半分放送事故では？5回目から岸持ちに行き、哲也と一緒にワウルフと戦う流れは本編と同様です。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。